はい、春の歌でした。それではですね、次はロンドンデリーの歌をお送りします。これはもともとはアイルランド民謡なんです。だけど例えばアメリカのハリー・ブラモンテなんかがダニーボーイっていうような曲名をですね英語で歌って大変有名になりました、ロンドンデリーの歌をお送りします。誰だよペラモテるの。よく言わなかった。今のロンドンデリーはね、手前味噌ですけれども、95点です。でも半分当たってます、ね。それではですね、次はこれは夏メロの曲です。松島歌子さんが歌って有名な曲なんですが、喫茶店の片隅で、喫茶店の片隅でをお送りします。これはテンポが遅いんで多分うまくいくと思います。
ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。私も歌子さんの思い面影が出てまいったでございましょうか。出た出た。もう一生懸命真っ青な顔してやってるんです。緊張して。はい、それではですね、最後の曲になりました。これは速いテンポの曲なんですけれども、私たちも一生懸命弾き込んできた曲ですから、多分うまくいくと思います。ブラジルという曲をお送りします。これは南米ですね。南米、中南米のちょうどあるブラジルという曲ですね。首都ブラジリアです。そしてブラジルっていうと有名なのはリオのカーニバルですよね。でこの中でよく踊り、熱狂的に踊られるサンバの名曲、これがブラジルです。これからブラジルをお送りして、今回の私たちのベルバンドの演奏すべて終わります。それでは皆さんご期待ください。アキラちゃん頼むよ。
まりご存じない曲だと思うんですけど、タンゴ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 、thank you.
Ooh.
おめでとうございます。おめでとうございます。戦士の思い出を一言、私の2回目のお時間をいただいてご挨拶させていただきます。今から24年前、昭和52年諸井様の紹介で夏メロ会に入会させていただきました。歌の好きな詩人は一世は歌で生きようと、私の一言で喜び、1月の夏メロ会がどんなに待ち遠しかったか指折り数えてその日を待ちました。当日車に乗って商工会議所の3階へ入って行きました。夢にも思っていなかった松島歌子先生がいらっしゃいまして、その横にいらしたのが今は亡き会長様だったのです。皆様の息の合ったバンド、そして心のこもったお上手な司会、一曲どうぞと言われた時皆様の前で歌ってみようと、私喉の渇く思いで恥ずかしいのも忘れて涙のミサを歌った詩人、私は嬉しくて胸をドキドキしながら聞いていました。歌が終わったのでそろそろ帰ろうかと思っていたら、もう少し待ってと言われたので待ちました。そのうち表彰の声があちらから、加藤常治、あっと思いました。まさかお父さんがあんな立派な拳コロコロ賞を会長様からいただき夢ではないかと思いました。そして皆様から盛大な拍手、嬉しくてテレビで見たレコード大賞をいただいたような気持ちでいっぱいでした。夏メロ会に入会させていただいてよかった。入会していなかったらこんな嬉しい人生観を味わうことはできなかったでしょう。今日は54年初めて出た新しい大きな会長賞を会長様よりいただき、55年には私が星野様より副会長賞をいただきました。人生にこんな嬉しいことがあるものでしょうか。夏メロ会という会の良さ、そして会員の皆様のお人柄、いつまで歌えることかよろしくお願いいたします。バンドの皆様ご苦労様でございました。会員の皆様、まだまだお寒い日が続きますので、お体を十分気をつけてくださいませ。またお目にかかれる日を楽しみに歌わせていただきます。歌の好きな友を誘い、ますます夏メロ会のご発展をお祈りいたしまして、挨拶をさせていただきます。平成14年1月夏メロ会、詩人85歳、私が84歳でございます。
62です。
懐かしどころ62です。はい、それでは歌っていただきましょう。原田陽一さんです。
とうございました。お父さんの酒をでした。はい、いただきましょう。石川純子さんのリンゴの花は咲いたです。
すいませんが、ご自分で一番いいところ、目立つところにぶら下げてください。おめでとうございます。最後です。はい、今回の会長賞は太田正光さんです。おめでとうございます。会長室、今もうリボンがたくさんここにかかってますよ。節分ということでですね、皆さんもう出てくる前にやられた方もいらっしゃると思うんです。今日あいにくの天気で欠席の方がだいぶいらっしゃいます。後ほど連絡します。寒い中皆さんご苦労様です。これから2月の例会を始めたいと思います。初めにの方お知らせします。プログラムの方に記入をお願いします。まず5番の清水敦子さん、20さん、34番伊藤清太さん、村田静さん、36番諸岡陽子さん、32番佐藤文さんが欠席です。からちょっと時間的にですね、遅れる方がいるんで、その方についてはちょっと曲目を後ろの、なおこのプログラムにですね、記入がされてない人がおりますので記入してください。47番諸井鈴子さん、ですね、曲は雪椿です。譜のナンバーが120です。それでマイナス1ですね。それから48番が来る予定になってます。歌はですね、まだ来てからじゃないとわからないんですが、2曲ともカラオケです。それから曲目の変更をお知らせします。26原田洋一さん、今日北さんがお休みになったんで急遽曲目を変えていただきました。花言葉の歌に変えまして、あの子を訪ねて、これからは。それからその下の27番の島田紀子さんの1曲目の悲しみ本線日本海は今日はキャンセルになりました。悲しみ本線日本海はキャンセルです。紀子さんは2曲目の1曲だけを歌います。それから43番の平塚正二郎さんが1曲目でちょっと時間的に遅れるということで、これは2曲目の方にこのまま横に移ります。1曲目は歌わないで、2曲目を君は海の渡り鳥をカラオケで歌います。欠席とですね、曲目の変更と以上です。まだ見えてない方、何かから入ってまいりたいと思います。本日の、トップバッターですね、128東京ワルツから参ります。どうぞ。それでは歌っていただきます。
ありがとうございました。はい、それでは。